みんなそう、安心しろ、みんなない、8割ない、1割だけ、2割の志高い偉いやつがちゃんと目標を決めて目標の過程をちゃんと行動していっただけ。8割はみんなない、なんもない。俺もギリギリ社長に出会えたけ目標見つけてたけど、社長に出会えてなかったら逆やったかもしれん。お前が配信しとって俺がここでコメントしとったかもしれん。みんなない、大丈夫、みんなない。見つかった人で勝ち、普通に宝くじ当たったのと同じぐらい価値あるけ、見つけたやつは大事にしねえ。社長って偉大、いやガチで偉大と思う、そういう意味では。だって俺本当に目標なかったから。だってさ、みんなも目標ないやついっぱいあると思うけど、わかると思うけど、なんかさ、こう他人のちょっとやそっとの誘いじゃさ、目標にはならんじゃん。これなんか面白そうやけん、なんか明日やってみようとか、明後日なんかじゃあ遊ぼうとかあるけど、生涯じゃあ頑張ろうみたいなのってないやん。そう、なんか他人の人生をやっぱ露骨に変えれる人間って俺はかっこいいと思うし、すげえと思うし、財産やなと思う。まあ結局ダラダラ生きとって全然いいじゃん。そう、いいとって結局お前が楽しいか楽しくないかやん。そうやけん、お前が楽しいと思えるように、そのダラダラ生きとる中で楽しいダラダラを見つけようぜ。それでいいと思う。なんかみんなそんな張り切らんでいいね。いいと思うよ。高いって厳しすぎるよな。張り切りすぎよ、みんな。やべえみたいな、もうすぐ大学卒業してしまう、就活せな、そんな張り切らんでいい、大丈夫大丈夫、いいよいいよ。大変、それで体崩しとるやつよく見るけど、体崩すほど張り切るような場面ではないよ、多分。大丈夫よ、ゆっくり生きようぜ。もったいねえ。自分が一番大事ってことをマジ根本に置こう。こう考えの根本にそれを絶対宿しとかな。楽しいダラダラが最高です。それで生きていくためにちょっと楽しくないダラダラをするじゃん。でも全ては楽しいダラダラのために、楽しくないダラダラをしていったら楽しいダラダラのために頑張れる。でも楽しいダラダラを見つけてない状態やったら楽しくないダラダラしかない。生きていくのは楽しくないことやけん、基本的にね。やけん、その楽しいダラダラをまず見つけることがマジ結構大事なんじゃないかなって、はい、僕は勝手に思います。そう、ガス抜きマジで大事。あ、そう、社長も言おったよ、やりたいことのためにやりたくないことやる。あれは結構ね、すごい言葉や。俺はなんかなんだかんだあれすごいと思う。